こんばんは、大崎純也です。こんばんは。こんばんは。今日は僕のね、昔からの親友でもあり戦友でもある森泰二郎、元カターレの選手ですね、森泰二郎がやっているサッカースクール、ミュンヘンサッカースクールに、来てます。はい、子供たちと一緒にサッカーをしようかなと思って来てます。はい、子供たち知ってるんですか？子供たちは知ってます。あ、知ってます。はい。まあ言おうかっていうことを泰二郎に言われた時に、あ、うん、言っといてくれと、もし僕が言って、はい、大崎選手だってならなかったら僕もちょっとショックなので先にあらかじめみんなに言っといてくれってことは言ってます。はい、はい。で、あとね、最近泰二郎がこの新庄クラブでずっとサッカーをやってたんですけど、現役をね、もう今季限りで引退するっていうのを、インスタの方に上げてたので、これは泰二郎に言ってないんですけど、サプライズで、僕ユニフォームね持ってきたんで、これをね、サプライズで泰二郎にあげたいと思います。お疲れ様でしたっていうね、思いを込めて、ずっと僕小中泰二郎とずっと一緒にやってきて、やっぱリスペクトする部分もかなりありますし、まあ、そのね、意味も込めてお疲れ様ですっていう思いを込めて、ユニオンも泰二郎にプレゼントしたいと思います。それでは早速いきますか。行ってきましょう。行ってきましょう。はい、よし。みんなこんばんは。こんばんは。今日はスペシャルゲストで、カターレ富山の現役のプロ選手の大崎純也選手がみんなと一緒に今日練習してくれます。で、プロの選手、現役の選手ね、トッププレーできるっていうこと、本当に貴重な時間だと思うから、いつも集中しとると思うけど、いつも以上に集中して、プロの技進んでまた上手くなれる。一言お願いします。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。まずね、ちょっと僕のこと知ってるっていう人どのくらいいます？おー、優秀。今日はね、楽しくサッカーやりたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ最初、いつも通り、泰二郎がこうなんかコーチっぽく喋ってるのが俺違和感でしかない。いや、コーチなんですよ。コーチなの。コーチなの。真ん中一箇所、一番奥一箇所。でも違う。負けましたけど。負けた？負けた。あ、違うか。いやどうすか。でもやっぱ上手だね。なんか教え方とかも違うしね、やっぱり。俺らの時なんかシザースぐらいしか知らなかったけど、なんか今いろいろやってるでしょ。最後行こう。やばい。
食べ物はね、よくわかんないけど、牛乳はよく飲んでました。牛乳？はい。
牛乳屋さんないよ。え？牛乳屋さんない。宣伝。宣伝。そうだね。まあ家で帰ってね、学校から帰ってボールはよく家の前で蹴ってました。リフティングもよくしてたし、とにかくなんかボールをいっぱい触るっていうのを、心がけて、たくさんボールを触るっていうのを、やってました。いいさ。一番嫌だった自分ってどんなですか？これは選手名ですか？プレゼント。あー、その選手で言ったら僕、あのサンフレッチェ広島とかでプレーしてた時の、あの元日本代表の牧野智章っていう選手がいたんですけど、その選手はやっぱり寄せのスピードとかプレッシャーの速さとかって相当速かったし、よくね、やっぱ声出してました。ディフェンスの選手、特に声出す選手が多分ディフェンスってすごくいい選手だと思うので、ディフェンスでね、こう勝負したいなと思う選手がいたら、まずはちょっと何でもいいんで周りに声かけるところから始めてもいいかもしれないです。他ある人？いいよ、ケント。どんな音がもっと子供の声するんですか？どんな音すればよかったな。まあ苦手なとこを、平均値まで上げるっていうよりも、自分の武器ね、例えばスピード、ヘディングが得意とかシュートが上手いとかっていうストロングの部分を、もうちょっとね、練習しておけばよかったなっていうのは思います。なのでこう、だから例えばね、自分が今武器あるんだとしたら、その武器を、磨けるだけ磨いて、やってたらよかったなっていうふうに思います。じゃあコーチから一個質問してもいいですか？どうぞ。なんだろう、今までいろんなこうトップクラブだったりいろんな選手を見てきて、プロとして子どもの頃からどういう気持ちだったり、うん、メンタルで練習した方がいいかっていうところを、うん、今の子どもたちに是非教えてあげてほしい。まあやっぱり一番は負けず嫌いであるべき。これからね、上のレベルに行くと絶対競争とかってあるわけです。誰かが選ばれて誰かが選ばれないとかっていう状況が絶対出てくるので、その時に絶対にこいつには負けたくないとか、絶対にこいつよりも上に行くんだっていう気持ちを常に持ち続けた方が、上には行けるのかなと思います。いいよ、頑張って。いいよ、はい、頑張ってね。はい、頑張って。はい、頑張ってね。ありがとうございました。目見て、目見てよ、目見て。ありがとう、頑張ってね。はい、ありがとう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 、頑張ってね。ありがとう。じゃあ最後写真撮ってもらおうか。胸張って、強そうに入って、胸張って強そうに、ハルキ強そうに、ハルキ。いいよ、強そう。はい、頑張って。はい、頑張って。ありがとうございます。頑張って。ランドセルかお父さんお母さんの車、はい、車は怒られる。はい、ありがとう、頑張ってね。はい、頑張ってね。頑張って。ランドセルに張って頑張って。はい、頑張って。はい、頑張って。うわ、やば。はい。はいよー。パパ、これなんて書いてあるの？はい、頑張って。いいぞ。おはようございます。はい、ありがとうございます。ということでね、はい、第2弾ということで、はい、森泰次郎の引退を祝う、祝いましょう、やっていきます。はい、はい、それでは呼びましょうか。はい、呼んでください。僕が呼べばいいですか？そうっすね。森監督。森監督だもんね。森コーチですね。コーチ。先日選手をね、引退されたということで、昔からのやっぱ小中とね、
やってきた僕は戦友だと思って、でやっぱ仲間の門出は盛大にじゃないですけど、僕なりのちょっとお祝いをしたけど、ちょっとユニフォーム持ってきました。おお、これはね、これは嬉しい。森選手にちょっとプレゼント、あのお疲れ様でした、ここからお疲れ様でした、ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます、はい。先日あの SNS の方で、引退したと見たので、何かしてあげたいなと思いユニオン持ってきました。元気良かったっすね、みんな元気良かったね、上手だしね。そうです ね、やっぱでもプロの選手が来てたんで、みんな結構緊張してたと思いますなんで静かなところもありつつ、うん、なんでまたどんどんこういう機会があれば、うん、子供たちにも、そうだね、夢ができるかなと思います。また来ます、お願いします。はい、それでは現場からは以上です